赤い崖は1956年のアメリカ合衆国のサイコスリラー映画。ガード・オズ・ワールドの監督デビュー作で出演はロバート・ワグナーとジェフリー・ハンターなど。原作はアイラ・レヴィンの1953年の長編ミステリー小説死の接吻。同原作の映画化作品としては他にマット・ディロン主演の死の接吻がある。フィルムのワールドとしては 珍しいカラー映画である。不豪の娘ドロシーと付き合っている野心家の青年バドは彼女から妊娠を知らされると自殺に見せかけて殺す。しかし、ドロシーの自殺に疑いを抱いたアネーレンは大学講師のゴードンの協力のもと真相を調べ始める。カッコ内は日本語吹き替え日本語吹き替え、初回放送1970年9月14日。 月曜ロードショー1953年の時点で20世紀フォックスが原作の映画家券を購入し、主演に同社契約のロバート・ワグナーの起用が検討されていた。その後、クラウン・プロダクションズに制作が移ると、監督としてロバート・パリッシュが検討されていたが、最終的に初監督となるガード・オズワールドに決まり、20世紀フォックスから、ワグナーとジョアン・ウッドワード、 ジェフリーハンターが貸し出される形になった。ありがとうございます。